はい、こんにちは、佐大臣三永です。本日は、源氏物語の現代語訳を作っています。ということで、その途中経過のような話です。紫の上の嫉妬と、源氏の言い訳ということを中心に語ります。昔から言われることに、源氏物語は、マザコン文学であり、ロリコン文学であると。光源氏は幼い頃に、母、桐壺の行為をなくしていますので、 母の面影を追い求めて次から次に女性と関係を持つわけです。それは一人に母の面影を求めてです。中でも一番の本命が父・桐壺院の妃である藤壺の女吾です。母に似ているという憧れの女性です。しかし天皇の妃ですから雲の上の存在です。手が届かない。そこで なんとか藤壺の代わりが欲しいと、藤壺の血筋の少女が祖母に養育されてひっそりと暮らしていたのを誘拐してきて、一から自分好みの女に、藤壺に似た女に育てあげる。これが、源氏物語前半の主要な筋の一つです。京都の北山で光源氏が幼い紫の上を見染める名場面は、 後世の文学作品に様々に影響を与えています。清げなる大人二人ばかり、さては笑わべぞ、いでいり遊ぶ。中に、とうばかりにやあらんと見えて、白き絹、山吹などのえたる着て、走り来たる女子、あまた見えつる子供に、にる病もあらず。意味しく、おいさき見えて、美しげなる形なり。 髪は扇を広げたるようにゆらゆらとして顔は糸赤くすりなして立てり何事ぞやわらわべと腹立ちたまえるかとてぎみの見上げたるに少し覚えたるところあればこなめりとみたもうすずめの子を犬きが逃がしつる伏せごのうちに込めたりつるものを とて、いと口よしと思えり、この至る大人、例の心なしのかかる技をしてさいなまるるこそ、いと心すきなけれ、いつかたえかまかりぬる、いとおかしゅうようようなりつるものを、カラスなどもこそ見つくれ、とて、立ちてゆく、つらつき、いとろうたげにて、 眉のあたり、内けぶり、言い訳なく、かいやりたる額つき、かんざし、忌みじゅう美し、ねびゆかんさま、ゆかしき人かな、と、目とまりたもう。さるは、限りの心を尽くし聞こえる人に、意と世を煮立てまつれるが、守らるるなりけり、と思うにも、涙ぞ、おつる。 小さっぱりした女房が2人ほど、それと、きっと女の子だろう、出たり入ったりして遊んでいる、その中に、10歳ぐらいだろうかと見えて、白い衣に山吹重ねの着鳴らしたのを着て、走ってきた女の子は、多く見えている他の子供たちに全く似ておらず、大層成長した末が想像されて、可愛らしい姿である。 髪は扇を広げたようにゆらゆらとして顔は大層赤くなるほど手でこすって立っている何事ですか子供たちと喧嘩なさったのと言って天君が見上げると少し似ているところがあるので子だろうと源氏の君はご覧になる「スズメの子を犬きが逃がしてしまったの伏せ子の中に入れておいたのに」と言って 残念がっているそこに座っていた女房が「いつもの分別のない女房がこのようなことをしてお咎めを受けるのはひどく感心しないことですね」「すずめの子はどこへ行ってしまったのでしょう」「たいそうかわいらしくだんだんと成長していたのにカラスなどが見つけたら大変」と言って立ち去る少女は顔つきはたいそうかわいらしく 眉の辺りに美しさが漂い子供っぽく髪の毛を脇へかき合った額の様子も髪の生え方もとてもかわいい将来の様が楽しみな人だなぁと源氏の君はじっと見つめていらっしゃるそれは限りなく心を尽くし申し上げている人藤坪にこの少女がとてもよく似ているので目を離すことができないのだと 思うにつけても涙が落ちるこの少女が実は憧れの藤壺のめにあたるということを源氏は後に聞いて「ならば私が預かりましょう」「面倒を見ます」と申し出ますすると少女の世話をしていた祖母と祖母の兄であるソースとが「そんな話が急すぎます」と断るけれどもその後も源氏は何かにつけてしつこく 何としても私が預かります立派に育ててみせますと繰り返し圧力をかけてくるしかし甘君もソースもなかなか首を縦に振らないのでええきりがないとある晩源氏は騙すようにしてこの少女を連れ出してさらっていってしまいますその後意を曲折あって夫婦になるわけですが紫の上ははじめ可愛く素直な 天真爛漫な少女として登場するのに成長するに従って現地との付き合いが長引くにつれてネチネチと嫌味を言いがちな嫉妬深い女になっていくのが悲しいです源氏が外でまた新しい愛人を作る紫の上は屋敷で待っているつんとして向こう向いて口もきかないまた何か誤解をしていらっしゃるようですね と源氏が茶化す紫の上、嫉妬に駆られて嫌みを言う。でその嫌みがですね、教養がある女性ですから、古典の言葉などを引用しつつ、とても高度な嫌みを言うわけです。それが現代人からすると、さっぱり意味がわからない、宇宙人の言葉、宇宙言語に聞こえます。まあ、とにかく高度な 持っって回った嫌味を言うのでいよいよ夫婦仲がギスギスするそして光源氏という男は絶対に自分の死を認めないですどんなに苦しい状況であっても必ず何か言い訳をしますよくこんだけいろんな言い訳が出てくるなと感心するぐらいいろんなこと言うわけですよこれは源氏が朝顔の姫君という女性のもとに足しげく通って ていいる時の言い訳でです現代語訳でこの頃私が訪れないことを以前はなかったことだから不機嫌に大思いになるだろうこともそれは当然でありますし気の毒に思いますが今はそうは言ってものんびりとお考えになっていてください。大人びたようでいらっしゃるがまだ大層人の気持ちもご想像できず人の心もわからないようでいらっしゃるのがおかわいいです。 大層ひどく子供っぽくいらっしゃるのは誰が押し付け申し上げたのでしょうかだから私はそんな風にあなたをしつけたつもりはありませんよと言ってるわけですもしや変に勘違いしておられる向きがあるのでしょうかそれは全く見当違いなことですよ自然とお分かりになるでしょうあのお方は昔からひどく親しみにくいご希少なのですが寂しく物足りない折よ々りより 恋ぶみめいたお手紙を送ってお悩ましすると、あちらも退屈にしていらっしゃるところなので、時々はお返事などもなさいますが、本気のことではないのですから、これこれこういうわけだと、あなたに泣き言を申し上げねばならぬようなことでしょうか、後ろめたいことはないと思い直してください。とこんな感じで源氏が実に雄弁に言い訳をするので、紫の上はますますふてくされる。 源氏が浮気する紫の上が嫌味を言う源氏が言い訳する紫の上がふてくされるこれが何度も繰り返されるパターンです面白いことに源氏物語は世代を超えたドラマですので次の世代においても源氏の息子の夕霧と知事大臣、まあ、こ源氏のライバルとして登場する党の中将をですね役職名で呼ばれますのでどんどん呼び方が変わってい,いきます 物語の前半では党の中将で終盤では知事の大臣と呼ばれているその人物の娘の雲いの狩りが夫婦になって嫌み言い訳嫌み言い訳嫌み言い訳と夫婦漫才みたいなことが繰り広げられます光源氏と紫の上の夫婦間のやり取りが次の世代の夕霧と雲いの狩りの間でも繰り返される こうした物語の繰り返しの構造も見どころの一つだと思いますというわけで物語の舞台です源氏物語で光源氏が幼い紫の上を見染める若紫の巻の北山の何頭寺は以前は鞍馬寺とされていましたが最近では岩倉の大雲寺を当てます岩倉は細い岩倉川に沿った静かな集落です床もみじで有名な岩倉実相院があり 幕末に岩倉智美が隠棲していた家があります。比叡山が間近に大きく見えるのが感動的です。叡山電鉄が2両編成でごとごと通るのも良い風情です。前回行った時はもう田植えが始まっており、田んぼの表に北山の峰が影を落として綺麗でした。岩倉川には青崎が佇み、鴨がのんびり泳いでいました。幼い紫の上が、 その辺からひょっこりと顔を出しそうな雰囲気を今も漂わせています山澄神社です社殿はなく背後の山を神奈山神の降臨する山とし山の手前の大きな岩を神の降臨する三座岩倉とした古代信仰の遺跡です10月23日の岩倉神社の火祭りではやや北にある岩倉神社からこの山澄神社へ みこしの渡御がありますというわけで紫の上の嫉妬と源氏の言い訳ということを中心に話しました本日も佐大臣光永がお話しいたしましたありがとうございますありがとうございました